はい、皆さんこんにちは、モアマチャンネルです。今日はですね、先日お掃除したスターポリープ、どうしてもやっぱりね、そんなに変化がないので、今日はあることを試してみたいと思います。咲かぬなら咲かせてみせよう、スターポリープ。はい、というわけでね、なかなか咲かないスターポリプなんですけれども、ちょっと環境を変えてみようと思いまして、クマノミ水槽の方に移動してみました。この魚への2つですね。で、様子を見ていこうと思ったのですが、入れてすぐにカニさんが寄ってきてくれました。これはね、もうね、何やっても今のとこそんなに変化なく、あんま咲かないので、今度カニさんにね、こうやって苔掃除してもらってどうなるか。カニさん結構ね、こうやってサンゴにね、こうやってね、なんかいたずらしたりしちゃうみたいですけれども、逆にこれでいいんじゃないかと思いまして、ちょっとね、ピカピカにしてもらおうと思います。超うめえ苔だ。あ、先輩も食ってたんすか。この苔超うまいっすよね。さっき届いたばっかりなんすよ。ていうか、お前いつからそこにいたんだよ。ビビるじゃねえかよ。ははは、すいません、食べてる姿がね、可愛すぎて見てました。やめろよお前、それストーカーじゃねえかよ。ヤバみだぜ。はい、申し訳ありません。こんな感じでね、最近ハマってるね、紙ロペの真似をしてみましたね。はい、こんな感じでね、今ね、カニさんとマガキさんと、あとヤドカリさん、みんながね、一気にね、スタポになぜかね、集中してきたんですよ。でね、みんなでお掃除今してくれてますので、結構ね、一日経ってピカピカに苔がなくなりました。本水槽から来た苔って美味しいんですかね。なんかね、みんなね、急にみんな近寄ってきてね、みんな掃除を始めたんですよ。そして謎の糸がスタポの方にまたね、いっぱい迫ってきてるんですけれども、なんか不思議とね、まあこの糸もね、害はないさそうなのでほっといてます。翌日のね、ちょっと先が気になりますよね。どういう感じになったのか、後々ご覧いただきましょう。
はい、こちらが翌日のスタポでございます。なんかね、結構いっぱい黒ずんでた苔も綺麗に取れてね、先が良くなりましたね。結構普段生えなかったところがちらほら生え出して、今ね結構いい感じに咲いております。ちょっとね実験成功でしたね。カニさんのおかげで結構ねいい結果が得られたと思います。食害されている感じはないので、まあ綺麗にお掃除されていい感じになったのかなと思います。こちらはね、あの盆栽になっているスタポなんですけれども、すごい元気ですね。こんな感じに戻ってほしいと思います。それではチャンネル登録、高評価、低評価、コメント、リクエスト、何でもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。